心配はいりません、警察には言わないでください。仕事から帰ってきたら妻の姿がない、昼食は手つかず、風呂場の水道は出しっぱなしで、テレビもつけっぱなし。そこへかかってきた電話越しに妻からこのような言葉を告げられた時、人は一体どのように考えるでしょうか。少なくとも彼女はまともな状況下にはないと考える人が多いのではないでしょうか。事件は2002年6月3日に起きました。岡山県北部にある津山市に住む専業主婦の高橋妙子さんが失踪。夕方に帰宅した夫が先ほどの電話を受けたのです。もしもし、妙子ですけど、身の危険はないから心配しないでください。車でぐるぐる連れ回されて、今ちょっとどこまで行っているかよくわからないけど、多分岡山ぐらいだと思います。警察には言わないでください。警察に届け出ないでほしい、それは確かに妙子さんの言葉ですが、彼女の意思ではないことは想像できます。夫は警察に通報し、事態を説明しました。翌日までに事実が次々に明るみになりました。家からは現金こそなくなっていませんでしたが、キャッシュカードが消えていました。そして失踪当日の午後1時半ごろ、高橋さん夫婦の口座から複数回にわたって合計で約700万円もの大金が引き出されていたのです。しかも翌日にも引き出しの手続きが行われましたが、すでに紛失の手続きが取られていたためにカードは ATM に回収されました。また失踪当日の午前中、夫の勤務先の病院に男と女が現れ、夫妻の家の住所を訪ねていたことが分かりました。不審に思って職員が家へと連絡したところ、この段階では妙子さんが家にいることが確認できています。その妙子さんが失踪日の午前11時頃に実家へ連絡していました。彼女の父親に世話になったという男女が訪ねてきたとのことで、これから二人が実家へ向かう旨を母親に告げたのです。しかし二人が実家を訪れることはなく、代わりに娘が失踪することになってしまいました。後に公開された映像から、現金の引き出しを行っていたのは彼女本人ではなく、毎回変装していた一人の女であることが分かっています。この女は警察が公開した映像からチューリップハットの女と呼ばれました。状況から考えれば、妙子さんはこのチューリップハットの女と謎の男に誘拐され、脅されてキャッシュカードの暗証番号を教えたものと考えるべきでしょう。故にこそ警察も捜査本部を設置し、事件の数日後には公開捜査に踏み切りました。一体彼女の身に何が起きていたのでしょうか。妙子さんは医師である夫と24年間連れ添った人でした。かつてスイミングスクールで同じコースに通っていた人は、控えめで笑顔の素敵な女性と彼女を評しています。医師の妻は時として一種のステータスとして語られることもある中、決してそうした素振りを見せない人格的にも素晴らしい女性であったことがわかります。ですが医師の妻であるがゆえに、その収入に目をつけられたのでしょうか。恐ろしい犯罪の被害者になってしまったことが、いよいよ確かなものになってきました。事件から10日後の6月13日には、岡山県警が公式ウェブサイトでも防犯ビデオに映っていたチューリップハットの女の写真を公開し、情報提供を広く呼びかけます。そうした捜査が続く中で、警察は鳥取県智頭町出身の元会社員、吉田この恵がチューリップハットの女であると断定します。彼女は公開捜査の始まった翌々日、もうダメだと追い詰められた状況を書いた手紙を自分の実家に送り、借りていたアパートの大家にも部屋の鍵を送付していました。さらに ATM から回収されたキャッシュカードに残った指紋が彼女のものと一致したため、6月22日に全国に指名手配が行われます。この指名手配と同日に津山警察署を訪れていた男がいました。元タクシー運転手のこの男こそ、実は捜査本部が妙子さんを誘拐した犯人の一人ではないかと考えていた当人でした。事実、妙子さんの誘拐翌日、つまり吉田が ATM での引き出しに失敗した日に、1台の車が中国自動車道新見インターチェンジ付近の国道185線を北上、数時間後には逆に南下していったことを県警はナンバー自動読み取り装置で突き止めています。これが男の車ではないかと考えられました。そんな疑いのかかる男は津山警察署で身の潔白を主張しました。
ですが翌日には彼がかつて妙子さんの実家の家族をタクシーで送迎していたことがわかります。そしてここで事態が急変することになります。なんと男が津山市内にある角山公園で突然首を吊ってしまったのです。すぐに彼の自宅の家宅捜索が実施され、妙子さんが乗せられたであろう自動車が押収されただけでなく、車内で彼女のものと思われる血の跡が見つかりました。さらに悪い知らせは続きます。事件から3ヶ月後の9月23日、岡山市北区日王寺の山の中で白骨化した人間の遺体が発見されました。歯型から確認したところ、まさしく警察が追っていた吉田その人であり、自ら死を選んだものと考えられました。こうして誘拐犯人である2人の死によって妙子さんの消息は完全にわからなくなってしまったのです。誘拐事件は迷宮入りし、2022年現在も妙子さんの居場所は分かっていません。警察は今も捜査員を投入し、津山市を中心として解決につながる情報の提供を呼びかけています。そもそもこの事件は一体どうして起きて、どのような結末を迎えたのでしょうか。まず犯人像については警察が明確に答えを出しています。男と吉田は元からの知り合いで、ギャンブル仲間とも言える間柄でした。パチンコ店で並んで遊戯しているところを目撃されており、親しい仲であることが伺えます。ただギャンブルで勝てる人間は一握りです。この二人はなんと2000万円もの借金を抱えていたのです。これで事件の全容が推理できるでしょう。すなわち妙子さんはこの借金まみれの二人によって現金目的で誘拐されたのです。男が彼女の家族をたびたび送迎したことで、夫が医者であり、どこで働いているのかまで把握していたのでしょう。吉田たちは妙子さんを脅します。キャッシュカードの暗証番号を教えて、家には警察へ通報しないように連絡させる。そうすれば無事に解放する。妙子さんが警察には連絡しないでほしいと言ったのは、自らの解放を確信しており、通報はそれからでも遅くないと考えたから。しかし二人は事件が発覚することを恐れ、約束を破って妙子さんを襲い、その命を奪った。誘拐翌日に撮影された北へ行き南へ戻る男の車の映像はこの事実を示しています。おそらく帰りの車には妙子さんは乗っていなかったのではないでしょうか。ただ2人は金こそ手に入れたものの、あまりにも多い借金を返せるほどの額ではありませんでした。ここでようやく2人は自分たちがしたことの大きさに気づいたのでしょう。吉田は実家に泣き言の手紙を送り、男は警察署に駆け込んで無実だと訴える。そして自ら罪を認めて事件を明らかにすることもなく、パニックのままに自らの死を選択した。おそらく真相もこれらの推理とさほど異なってはいないのではないでしょうか。しかし事件はこれだけで終わりではありません。そこにはもう一つの残酷な物語がありました。誘拐事件は多くの人を傷つけました。特に優子さんの夫は妻が消えてしまったにもかかわらず、その後も非常に辛い思いをすることになりました。すなわち事件を知ったマスコミによる行き過ぎた取材の数々です。彼らは報道という名目で妙子さんの夫や家族のプライバシーを平気で踏みにじりました。事件から数年後、夫は妙子さんについて失踪宣告の手続きを行いました。これは行方不明から7年が経過した後、法律上は死亡したものとして扱うようにする手続きです。また愛する妻と暮らした家も引き払いました。せめて遺骨だけでも戻ってくることを僕は望んでいる、ここまでやったんだよと言ってやりたい。20年近く捜索を続けてきた夫はくたびれてしまったとその心の内を語り、現在は犯罪被害者という考えを捨て去り、自分の新しい居場所として神戸市の診療所で働き始めたそうです。あまりにも長い時間が経ち、妙子さんが見つかる可能性には絶望的な現実があります。しかし控えめで笑顔の素敵な彼女はきっと夫が新しい居場所を得たことを喜び、そばで見守ってくれているのではないでしょうか。